始まりました。はい。散歩の話をまたいただきたいんですが、はい。カップヌードル、うん、シーフード味を食べてる。そんなこと言い出したらもうむちゃくちゃありますよ。あまたある。カップヌードル、シーフード味にぴったりの話を。カップヌードルであれ、3、40あるよ。期間限定と言われたら5、60あるよ。ほんでもう、ただただ時間が過ぎていってるよ。はい。残り2分25秒。はい。はい。お題を。はい。言います。学校で。学校ってね、難しいなぁ。もうほんと、群抜いてその学校生活がね、俺、少ないから。学校って難しいなぁ。俺まあだから、ほんまに厳密に言うと、出席日数とかをこう、ちゃんとしていったら、小卒なんですよ。いや、ほぼほぼね、中学行ってないし。だからね、何が困るって、この図が入って、みんながね、あるあるみたいな言うのが、全くわかんないんですよ。うん。なんかね、俺マジでこの図が入って、この図が入って、フレーミングの法則って知ったんですけど、これを何で知ったかって言ったら、藤原のコントで知ったんですよ。うん。まあ、フレーミングの法則はあるあるじゃないけどね。で俺もその、だから、ほんまに勉強しないから、なんか、こう、なんか、ポカリ凍らして、で味薄いなんかみたいなんでドーンって劇場受けてて俺もあー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 って言ったけど何やそれみたいなねとかなんか体育館の天井にバレーボールが引っかかってるみたいなんでドーンみたいなとかも俺小学校の時俺そんなの知らんから全然あるあるが分かんないんですよ。たまに学校休んだ時にいいと思うテレホンショッキング見たらあんまり知らんゲストが歌舞伎俳優でショックみたいなこと言うんだけど俺も毎日見てたからあ今日は歌舞伎俳優だなって分かってるしだからね卒業式だから小学校の1回しか出てないんですよ中学行ってないだから卒業式行ってないけど卒業アルバムは送られてきたんですよほんなみんながこう寄せ書きしてる中俺書いた覚えのない寄せ書き先生の達筆な字で努力あるのに千原浩二って書かれてる恥ずかしかったお召し上がりください